ローストビーフとエッグの冷やし麺。おお、ああ、うん、ああ、はい、もうこれで食リポ終わりにしたいぐらい。はい、夢です。こんにちは、どうぞ。もう、はい、今日はね、ランドのチャイナボイジャーに来てますよ。はい、チャイナボイジャーおなじみ名物のまたね、冷やし中華、冷やし麺始まりました。これ去年と一緒かな、ローストビーフのエッグの冷やし麺。はい、こちらが登場してますので、こちら食レポしたいと思います。行ってきます。はい、こちらですね、ボイジャーセット、ローストビーフとエッグの冷やし麺、杏仁豆腐ドリンクのチョイスで1650円ですね。はい、時間はですね、今11時過ぎなんですよね。でね、こちら11時オープンで、まだね、オープンしたばっかりで、お昼なんだけど全然人いませんね。まあ、今ですね、ちょっと入園者制限してますので、なのでガラガラなんですけどもね。はい、なかなかこんな機会ないですよね。はい、これで行ってきます。はい、買ってきましたよ。こちらローストビーフとエッグの冷やし麺、そして杏仁豆腐とで、ドリンクね、ドリンクはね、ちょっとホットコーヒーにしました。まあ、ちょっと今日蒸し暑いんですけどもね、ホットコーヒー好きなんで。で、カップに氷と、はい、生茶、例によっておなじみですね。はい、こちらで1650円です。まずですね、おしぼりはもらえませんでした。そして箸もプラ箸ですね。他のね、例えばドクサダイナー C とかね、あとプラズマリズダイナーとかはね、割り箸なんですけども、はい、チャイナボイジャーはこちらプラの箸ですね。割り箸も言えばもらえるんですけども、すみません、言うの忘れました。なんで今日はプラ箸で食べます。いただきます。この背景、めちゃめちゃアドベンチャー感半端ないね。すごいよな、やっぱこの作り込み、いいよね。はい、それでは早速いただきます。まずね、パッと見、これキュウリとレタスとローストビーフと、あとローストビーフの上になんか大根おろしっぽいの乗ってますね。まず何味なんだろうね。ちょっとスープ飲んでみようか。確か去年も食レポした気がするんだけど、ぶっちゃけもう忘れました。スープいただきます。おお、あー、酸っぱいんだった。お、めちゃめちゃ冷やし中華。おお、うわー、良いね。つかみ OK ですよ。冷やし中華大好きなんで、あー、めっちゃ酸っぱくていいわ。めっちゃ唾液が出る。マジか。いただきます。うん、あー、うまい。あー、めちゃめちゃうまいよ。はい、もうこれで食リポ終わりにしたいぐらい、もう美味しいんで、終わり以上です。めっちゃ美味しい。ローストビーフはね、これペラペラってこういうハムみたいになってますね。かなり薄いです。薄切りですね、超薄切り。焼き豚風だよね。もう一回いくよ。いただきます。うわー、あー、やばい、めちゃくちゃうまい。いや、あのね、俺ね、コンビニの、 あの冷やし中華大好きで、セブンイレブンのね、冷やし中華本当好きなんですよ。あのちっちゃいのと大きいのがあるでしょ、セブンって。で、あのちっちゃい方が好きなんですよね。あの量もちょうどよくて、セブンのね、冷やし中華も美味しいんだけど、これも美味しいね。ちょっぴり甘いね、ほんのちょっと甘いんだけど、やっぱ酸っぱい方が強いですね。甘酸っぱくて最高ですね。ひんやり冷えてるし、めっちゃ美味しい。麺もいいね。麺もね、ひんやり冷えてるし、あとね、そこそこほぐれてるね、初めから。やっぱどうしてもね、あのひんやり冷えてるのをね、さっと出してくるから、麺のほぐれ方がね、やっぱちょっと甘いんですよね、こういう時。でもね、ちょっと、まあ、正直硬いんだけど、まあ、あの許せるレベルですね。普通の冷やし中華って肉がね、ハムかもしくは焼き豚じゃないですか。で、これはローストビーフなんですよね。まあ、これは好みですけども、まあ、ローストビーフでももちろん美味しいですね。で、キュウリとレタスなんですよね。レタスはあんまりないよね。で、卵は冷やし中華って、あの錦糸卵、あのなんかすだれみたいなね、短冊みたいな、ああいうのが普通ですけども、これ半熟の卵がボーンと入ってるんですよね。半熟でもね、ちょい硬ですね、これ。ちょっといい、なんかね、ベイマックス餅みたいな感じでね、かなり硬いんですよね。わかる？ほら、これわかる？
半熟なんだけどちょい硬ですね。まあゆで卵にも近いぐらいかな。ちょっと割ってみようか。割ります。ガスッと。絶妙なとろみ具合ですねこれ。ぐで玉っぽいんですよ。わかりますかこれ。 めっちゃ反射してる。あーすいません、わかんないね、すいません。はい、じゃあ卵割ったので卵と絡めて、はい、食べてみます。いくよ、いただきます。卵いいね。やっぱね、冷やし中華はやっぱ卵ないとね。はい、卵と絡めていただきます。あーめちゃくちゃうまいなこれ。これね、プラズマレイズダイナーのベイマックスの冷やしうどんも美味しいけど、こっちも負けてないね。さすが本家って感じ。ラーメン専門店だからね、さすがだね。こっちも美味しい。やっぱさっきね、ちょっとコンビニの冷やし中華に近いって言ったけど、あれよりかはねちょっと味薄いかな。結構ねコンビニのやつってさ、醤油が濃いでしょ。で濃いタレが入ってると思うんだけど、それよりかねちょっと薄いですね。ああもう終わってしまう。名残惜しい。もうすぐ終わりです。はい、麺がほとんど終わってしまいました。あとはねローストビーフとレタスと卵がちょっと残るぐらい。いやーこれ酸っぱくてめちゃくちゃ美味しいね。最後全部飲んじゃいます。あーうまい。酸っぱい。酸っぱくて美味しい。最後、あーはい全部飲みました。イエイ。はい、じゃあね杏仁豆腐とホットコーヒーいただきます。はい、杏仁豆腐。あー美味しいね。歯ごたえがある。硬い。マンゴープリンだったりなんかニラまんじゅうだったりなんかね、ドナルドのお尻肉まんとかあるけど、やっぱ杏仁豆腐いいね。やっぱデザートがいない一品はな。ニラまんじゅうとかドナルドのお尻肉まんとかもダメではないんだけど、やっぱこういうさっぱり系デザートがいいよね。むちゃくちゃうまい杏仁豆腐。やっぱねマンゴープリンかやっぱ杏仁豆腐だね。杏仁豆腐に乗ってるこの謎のこの赤いこの種、これ何なんだろうね。はい、ググりました。これねクコの実って言うんだって。クコの実すいません知りませんでした。ゴジベリーって言うんだって。だからベリーの仲間っぽいね。なるほどね。結構本格的ね。あーいいね、コーヒーと合うね。うん、うまかった。はい、完食しました。めちゃくちゃうまかったです。これはいい。はい、ローストビーフとエッグの冷やし麺完食しました。いやこれめちゃくちゃうまいね。こんなうまかったっけ。確か去年もあったよね。いやーこれは参ったな。多分ね冷やし中華好きなんすよみたいなね、そういう話もね去年してたと思う、この分だとでね、いやーこれは参ったな。めちゃくちゃうまかった。いや正直ですね、今年のラウンドのこの冷やし麺系はですね、あのプラズムレズダイナー のベイマックスの冷やしうどん一択だなと思ったんですよね。いやこれはうまいね。うん、全然味違うんですよ。向こうはねあの甘辛いっていうかね、まあ、甘いというかね、甘くて濃いというかね、すき焼き風なんだけど、こっちはね王道の冷やし中華って感じで酸っぱいんですよね。いやーこれは甲乙つけがたいね。迷うね。どっちって言われたら、プラズムレズダイナーはね6月の30日まででこの提供期間短いので、6月の30日までだったらプラズマレイズダイナー行った方がいいね。で7月の1日以降は、はい、こっち あのチャイナボイジャーかな、そういう感じですかね。ただねプラズマレイズダイナーの冷やしうどんもまたこれ7月からね別の冷やしうどんになる可能性もあるので、まあそうなったらねちょっと分かんないんだけど、はい、でもね甲乙つけがたいね。うどんが好きか冷やし中華が好きかって、まあそこですね。プラズマレイズはねぶっかけって感じ、ぶっかけうどんって感じで、こっちはね王道の冷やし中華なんで、はい、完全にこれ好みなんで、これは迷う。ほんと難しい。どっちも好きなんでこれは迷うね。両方かな。はい、気になる方はね両方食べてみてください。どっちも美味しいです。
いや今年のランドはいいね、冷やし系。この2つどっちもおすすめです。はい、このチャイナボルジャーね、ラーメン専門店あって抜群にうまかったです。めちゃくちゃおすすめです。はい、以上ランドのチャイナボルジャーのローストビーフとエッグと冷やし麺の食レポでした。めっちゃうまかったです。おすすめです。じゃあね。はい、最後にですね、今見てる景色をお伝えしますね。はい、見てください。今こんな感じで食レポしてました。はい、周り人全然いませんね。はい、右の方にこれね、あのスイスファミリーツリーハウス見えますね。はい、後ろはもうすぐジャングルですね。はい、遠くの方にですね、あのゲストやキャストの姿が見えます。はい、今こういう状態でね、あの周りにこうやって配慮して、あの食レポを収録しました。はい、それでは失礼します。はい、今ですね、チャイナボイチャーで食レポ終わって、さあ行こうと思ったらですね、キャストさんからあそこに猫がいるんですよって言って教えてくれて、なんと、これ分かります？猫、猫、ほら、おーい、猫、猫。あの猫、前も確か紹介した気がするんだけど、キャストさん曰くね、最近ちょこちょこよく見かけるよっていうふうに言ってました。びっくりした、かわいい。はい、もしかしたらまたチャイナボイチャーね、来れば見るかもしれませんね。